はい、こんにちは、116インズです。さあ、いよいよプレーオフも大詰め。今シーズンの頂点を決めるワールドシリーズの対戦カードが決まりまして、エールを制したのは直近6年間でこれが4回目のワールドシリーズ出場、ヒューストンアストロズ。この黄金時代は永遠に続くんじゃないかと錯覚するくらいアストロズばかりをワールドシリーズで目にしますが、今のエールではアストロズを止めることはできないのかもしれません。対する NL を制したのはシーズン111勝と驚異的なペースで勝ちまくったドジャースでも、シーズン101勝を挙げた昨年の世界一ブレイブス、メッツでもなく東地区3位にして、今年から新設されたワイルドカード3枠目から勝ち上がってきたフィラデルフィア・フィリーズ。フィリーズのプレイオフでの戦いぶりを見れば勝ち上がったのも納得ではあるものの、さすがにこれは意外でした。アストロズが出場した直近3回のワールドシリーズはいずれも NL 東地区のチームとの対戦ということになりましたが、今年は果たしてどんな展開となるでしょうか。簡単にそれぞれのチームごとに見ていければなと思っています。まずは昨年に続いて2年連続リーグ優勝のアストロズ。直近6年間で5回目の西地区制覇、そして6年連続で ALCS まで進出し、ワールドシリーズにも6年間で4回目。シーズンでも当然強いですが、プレーオフでも当たり前のように勝ってきますよね。今年は ALDS でマリナーズ、ALCS でヤンキースと対戦しましたが、いずれもスイープで退けて無傷の7連勝でワールドシリーズまで勝ち上がってきました。しかもここまでの道中も本当に危なげないと言いましょうか。マリナーズとのディビジョンシリーズで多少ビハインドを抱える場面はありましたが、第1戦は最大4点ビハインドを最後はアルバレスの劇的なサヨナラホームランでもぎ取り、第3戦は延長18回にまで及ぶマラソンゲームも制するなど、まあどんな展開であっても最後には勝てるでしょうという余裕すら感じるような戦いぶりでありました。これぞ王者という貫禄すら感じましたね。で、例年のアストロズといえばとにかく打線が豪華な印象を受けますが、確かにメンバーは間違いなく豪華であるものの、今年はとにかく投手陣が素晴らしいですよね。プレーオフ入ってからの7試合で防御率 1.88、 まさに鉄壁の投手陣です。ワールドシリーズではバーランダー、バルデス、マカラーズ、おそらくハビアーの先発もあると思いますが、それすなわちルイス、ガルシア、ウルキディをブルペンで起用できるわけですからね。贅沢な話ですよ。そもそものブルペンも強力で、ここまで驚異の33回3失点、クローザーのプレスリーを筆頭にモンテロ、スタネック、アブレイユ、ネギス、ハンター・ブラウンなどなど、誰が出てきても一戦級のピッチャーばかりで、リードされたら基本的には負け試合、それぐらいガチガチなのが今年のアストロズです。本当にどうやって打つんだこの投手陣って感じですよ。対戦するフィリーズも強力打線を要するチームでありますが、このアストロズの投手陣相手に苦労させられる場面はシリーズ中あるんじゃないかと思っています。まあ、アストロズに関しては特に大きな不安点はないんですが、挙げるとしたらここまで順調すぎた点でしょうかね。プレーオフ無傷の7連勝といっても、年単位で相性の良いマリナーズとヤンキースが相手だったわけで、まあなんだかんだ勝てるでしょうと気持ちの面でも余裕を持てた部分はあったのかなと。アルトゥーベやタッカーの調子が上がりきらなかったのも大きな問題となりませんでした。これがリーグが変わってフィリーズ相手にどうなるか、ヒューストンで1戦目2戦目あたりにフィリーズに崩されたりしたら、もしかしたら対応できずにそのままという展開も考えられなくはないでしょう。アストロズが過去2回出場したワールドシリーズでも、アストロズ有利と思われながらも結局ナショナルズとブレーブスに負けちゃっているわけですから、まずはシリーズの流れをつかみたい。2019年と去年のワールドシリーズではいつも得意としているヒューストンでなぜか勝てず、2年間で合計1勝6敗となっていて、また2年ともヒューストンでの第1戦を落としていますので、今年こそは第1戦勝ってシリーズまずはリードしたいところです。続いては NL を制したフィリーズ。東地区ではブレイブスとメッツに14ゲーム差をつけられ3位でしたが、今年から新設となったワイルドカード3枠目に滑り込み、そこから一気にワールドシリーズまで駆け上がっての2009年以来13年ぶりのリーグ優勝となりました。フィリーズはシーズン最後の最後で大きく調子を落としてしまって、ブルワーズにワイルドカードまくられるんじゃないかというくらいの状況にまで追い込まれましたが、どうにかプレーオフにこぎつけ、そしてそこからは全く別のチームかと思うくらいの戦いぶりですよね。プレーオフ入ってからはトムソン監督の状況に応じた大胆な投手起用がハマったりするなど、レギュラーシーズンの常識にとらわれない采配も光っている印象。中地区優勝のカージナルス、東地区優勝のブレイブス、ディビジョンシリーズでドジャースを下したパドレスに勝つだけの理由、強さは示してきたんじゃないのかなと。また今のフィリーズは投打のバランスがかなり良い印象を受けます。開幕前に注目された強力打線に関しては、シーズン中ハーパーやセグラの長期離脱やカスティアノスの不振などもあって、必ずしもそのポテンシャルをフルに発揮できたとは言い難い部分もありましたが、プレーオフ入ってからの11試合でホームラン16本、 OPS も7割4分9厘、特にハーパーが絶好調で NLCS 第5戦の逆転弾なんかも記憶に新しいところですが、とにかくここで打ってほしいという場面できっちり結果を残してくるあたりはさすがスーパースターですよね。ハーパーを中心にいいバッターが並んだ打線は相手にとっても脅威。
また投手陣はウィーラー、ノラのダブルエースも強力で、シリーズが第6戦まで進むなら2人とも2回ずつ先発できますし、2人で4勝できるチャンスをもたらしてくれるはず。ブルペンに関してもここまでのプレーオフ防御率 3.19 と役割をしっかり果たしている印象で、アルバラード、ドミンゲス、ベラッティ、ロバートソンあたりは引き続きワールドシリーズでもリードを守る立場として活躍に期待したいところですね。正直今のフィリーズなら投打でアストロズにマッチできる状態だと思いますが、少しだけ心配するとしたら NLCS から間隔が多少空いてしまったこと。ワイルドカードから勝ち上がってきたフィリーズはそれこそアストロズと比べたら試合数もこなしてきましたので、この期間はいい休養にもなったとは思うんですが、逆に試合が続いていたからこそ調子だったり勢いを維持できた側面もあるんじゃないのかなと。去年のブレイブスも NLCS でドジャース下してからすぐにワールドシリーズみたいな感じでしたからね。4日間空いて少し落ち着いた影響はどう出るか。まあ2019年のナショナルズだって NLCS から1週間近く空いてのワールドシリーズだったので、実際にはそんなに変わらないのかもしれませんが、こちら果たしてどうなるか。あとは守備力の差がどう出るか。この2チームだったらここが一番差としては出そうかなと思っていて、アストロズは MLB でもトップクラスに守備力のあるチームですが、フィリーズはその逆。ただフィリーズもセンターラインの守備は固く、また確かにちょくちょくミスはあれど、そもそもワールドシリーズまで勝ち上がっているあたり、守備が大きな問題となっているわけでもありません。アストロズ、フィリーズの本拠地ともに一般的には打者にやや有利な球場とされますので、打線がちゃんと結果を残す方が重要かもしれませんね。ただこの両チームの守備の差という部分もポイントとしては見てみると面白いかもしれません。ということで両チームざっと見てきましたが、今年はどんなワールドシリーズとなるのでしょうか。シーズンの戦いを考えたらアストロズが有利かなと思ってしまいますが、2019年も去年も同じことは思ったわけで、いずれも NL 東地区が立ちはだかりました。今年もまた NL 東が壁となるのか、あるいはアストロズが世界一となるのか。順当にいけばアストロズ4勝1敗とかなんでしょうが、それを常に覆してきたのが近年の NL 東地区という存在なので、非常に競った面白いシリーズとなることに期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。